ララの登場は久しぶりですが、ご覧のように眠っています。周知の方も多いと思いますが、レッサーパンダの寿命は野生で8年から10年、飼育下で15年ほどと言われています。ご覧いただいたようにララは18歳、人間で言えば80歳を超えたおばあちゃんなんです。今は午前10時半過ぎ、しばらくこんなかしら。時が過ぎ、今午後3時半。あら、ララちゃん。午後もララおばあちゃんだったのね。どっこいしょって感じですか。笹の葉を食べるのでしょうか。レッサーパンダの大好きな食べ物ベスト3はリンゴ、ペレット、笹の葉ですからね。うまく葉っぱが取れるかな。ちゃんと食べてるようですね。向きを変えて腰を落として顔を上げてよく咀嚼してます。ララおばあちゃんは顔の毛が全体的に薄い色なのですぐに見分けることができます。ズーラシアにはララ以外に豆太郎一家がいます。豆太郎の妻キク、子供の金時とひなぎくです。金時とひなぎくはこの7月1日が1歳の誕生日です。実はララおばあちゃんよりも年上が現役でいます。しかも超有名人、いや有名レッサーパンダ、その名はフータ。二本足で立つ姿で一世を風靡した千葉市動物公園のレッサーパンダです。フータおじいちゃん19歳、ララおばあちゃん18歳。どちらも長生き、すごいです。応援し続けたいです。ララおばあちゃん、まだ咀嚼してますね。この展示場ではララと豆太郎は単独で、キク、キントキ、キナギクは3頭でなんです。レッサーパンダは基本群れを作りません。一年中単独で行動するんです。一人で寂しくないのかなと思うのは私たち人間の想像なんですね。また繁殖期を迎えペアを形成したとしても、子育てはメス親一頭で行う生き物なんです。だから父親の豆太郎は単独展示なんですよ。例外もあるらしいんですけど、ララずっとカミカミ。この立ち上がり方がある意味年齢を感じさせます。気をつけて。場内の声を出しますね。
たらすぐに出て行ってしまいました。閉園時間も近づき、ララの今日の顔出しサービスでした。ララ、またね。